ヤブダウトショーの時間でございます。お待ちかね。マジで。マジではないです。大人気。大人気って初めてでしょ。初めてでしょ。どうも。知ってんのよ。ヤブコウタと申します。知ってるんだけど。何ですかこれ。あんまりいい印象ではなかったですね。演技力にも関わってくる。あ、それはそうね。それはそう。確かに。まあ、だから結構いろんな関係者の皆さんもこの番組見てるから、うん、僕だって人を欺ける演技ができる、うん、嘘をつけるっていうところを見せていきたい、うん、ちょっと本人乗れてる、ちゃんと大丈夫、乗ってる、大丈夫、すごいワクワクしてた、ワクワクしてるの良かったよ。打ち合わせも1時間ぐらいやったんだ。必要打ち合わせ、結構みっちり。何を打ち合わせるんですか。事務所にね、フジテレビのスタッフさん来てくれて、うん、ちゃんと1時間みっちり打ち合わせしましたから。1時間やった割に俺らに配られた台本2ページだった。巨大雲を触っていないヤブはどっちだ。難易度高いんじゃないですか。いけるかな、ヤブちゃん。いやこれ難しいんじゃない。ちなみに、本気じゃん。マジ？しかもなんかちょっと毛生えてない感じが気持ち悪い。嫌な感じの雲ですね、本当に。嫌な感じ。あ、もう始まる。それ B です。それ B。やっぱ始まってますか。もう始まってるのか。これも始まってるのか。そう。俺らを。うわ。これ何の役やってんの？何の役？やばい。始まってるな。濃い。ちょっと濃いめですね。濃いめですよ、芝居が。行きますよ。はい。え、マジ素手で行くの？うわ。うわ、寒気。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 寒気やべえ。寒気って単語あんま手袋着てる人いないですか、ね。え、手袋？触った瞬間動き出すからね。どうぞ。手袋をつけるってことは。では手を入れてください。さあ、おっと左手を入れて出した。反応した？まだしてない。してない。これ多分いないでしょこっち。うわ。ダメ手袋してるし、一回手のひらに乗っけてほしい。あ、はい、いやマジで言ってんの。うん、 A にかける時間長もっと大丈夫、ね、うわー、いや寒気なんだろその寒気って。当たり前のように言ってるけど寒気。ちょっとこの時点でいいですか。もうなんかだいぶうさんくさいんですけど。おい、なんそんなこと言うんだ。今のね、みんなの気持ち、はい、B 行かなくていいんじゃねえって思って。正直ね、ごめんなさい。でもそれはちょっと B 見たらまた印象変わるかもしれないから、ね、なるほど、わかりました。うお、むしゃぶるい。むしゃぶるいか、快適やがったな。いや、むしゃぶるいは高ぶってる方だから。高ぶっちゃったらダメでしょ。いきます。今度は右手を使いますね。平気？そのくちゃって何してほしい。いや、もうとりあえずもう触っていいですよ。普通触ってほしい、仲良くしてほしい。お尻ツンツンしてほしい。もう入ってるじゃん。伊藤さん、伊藤さん、もういい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 、大丈夫、もういいよね、もういいよね、いいよね、いいよね、もう言って、はい、相談大丈夫ですけど。おい、伊藤さん、声揃えて言えます。即決です。巨大雲を触っていないヤブは A です。さあ、ヤブくん、正解は合ってます。だろうね、だろうよ。ほら見た、ほらはね。A の時点でバレるってどういうことよ。素直すぎんのよ。いや、もうあの寒気で思いました、まず。はい、寒気は。ちょっと A にかける時間が長いから、うん、イコールいない A に対して信憑感を持たせようとする打足ですね、うん、なるほどなるほど。あの、で、あの極端に B はチャレンジタイムが短かったんですけど、はい、A の時と違って、はい、あの B に行く時に、うん、あのガチで嫌な顔が出たんですよ、まず1回。 B の箱に手を入れてください。で、その後に手入れる時になぜか知んない A でやらなかった腕をまくるってこう作業を B でやっちゃってるんですよ。はい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 、本気やん。